てあげるわ。
いつでも出撃可能よ。準備完了。仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん、リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。それはこういう映画を求める人は多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。
あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは二人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。すみません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ、お兄ちゃん。いいよね。けど今月は僕が、じゃなくてお客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて何のことやら。ん？もう一つの仕事の依頼人だ。さて仕入れには変更なし。次回は、いや先にこっちの仕事だ。リン。お兄ちゃん、少しプランを変更しな。いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。まさか一人で行くのか。おいリン。しっかり万人受けを選ぶから店番よろしくね。
目標の強制フォローに到達。その中に一番近い場所から探そう。ここにいるのは一般市民だけ。フェアリー、新しい座標で被災者は現在リンを見つけたらよかった。Oh,
弱点見つけたり。後ろ後ろ。そう開始。聖なる星の光を浴びろ。ターゲットロックオン。逃げるな。ここにもリンはいなかった。次の座標注意生体なんだって。驚いていい。被災者は現在リンを見つけたら治安官だったなんて。当該エリアにはこれ提案。救助待ちの被災者たちを招集。前方のエリアではみんなぶつかってしまう。みんな体勢を整え。みんな
生誕し余分な探索エリア注意ルート上リン待っててくれ警告無差別に爆ロックオンされた伏せるんだ危ない警告新たな車両慎重に回避慎重に回避危ない伏せるんだ慎重に回避ギミックを利用して危ない。これで通れる。しつこいな。ドアの情報を解析しました。残念ながら。
食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。具合はどうだい？うん、バッチリ。ああ、仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に？あ、じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃん、ドキュメンタリーが見たいんでしょ。どう？よく撮れてるでしょ。これ今回の視覚記録じゃないか。ダメ？実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラ。わあ、フェリーがいい感じにね。涙ありスリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下。ダメだ。さては、てるてる。あのね、
山の女。Oh!